気をつけてね。なんか大阪名古屋の中の近畿とか東海とかあたり。大将さん夜ご飯はね、うん、なんかね昼兼夜みたいなの食べた。ありがとう新一おばば。昨日の夜長かった。でも約束通り自撮り投稿しといた。ブラッチありがとうございます。お疲れさん。ダーシャハさん、ブルームーンさん、モクさん、ユッキーさん、ダイコさん、アサミさん、カンちゃん、虹色さん、エイジさん、アマトウさん、サトちゃん、ノブシャン、ポップマスターさん、マメちゃん、ブーちゃん、ピンさんありがとうございます。小味を唐揚げにして酢醤油につける。南蛮漬け作って一晩つけて食べたら美味しかったよって。あれだね、なんだっけね、それマリネみたいなってこと。この子マサさんありがとうございます。オレンジサイダーいいね。お、そうだ今日は私もサイダーなんだよね。ユッキーさんだるまありがとう。スエさんこんばんは、ありがとうございます。帰省車中の音楽はひなほさんと推しの子のアイドル。ああ、あのあれですか、こないだのイベントで歌ったやつかな。鬼リピでしたって。つえさん、ひでまろさん、リラックマありがとう。 JJ さん、竹山メイツさんありがとう。大将さん、プチありがとうね。往復約800キロの新潟弾丸。ああ言ってたよね。どうだったの新潟ツアーしてきたんだって。竹山メイツさん、セイチーさん、お疲れ様。竹丸さん、ベクポワさんありがとうございます。まさきさんかな、まさきさんありがとう、ありがとうね。おかきさんありがとう。虹色さん、そうポニテねちょっと作ってみました。ポニテどうですかね。今日はのびちゃんお疲れ様。ペコウソさんありがとうね、ありがとう。あきさんありがとう、嬉しい。ちゃんのんさん、ローマ字のまささん、N164 さんありがとう、ありがとうございます。白夜さんこんばんは。大地さんありがとう。ひらがなのヤモピーさん、ムラピーさん、お、ピーピー、ブレイブさんありがとう。終日運転を取り、あ、え、もう決まったの？名古屋と大阪の間は運転取りやめなんだって。そうか、そう、お盆の人大変だね。お盆で帰る方。トゲありがとうございます。今日はね、ゆっくりできた一日でした。トロケルさんありがとう。ハゲ太郎さんありがとう。ひでますさん、じゅんやさんありがとうございます。あ、ひでまるさん大阪ですか、気をつけてね。ゆっきーさん、プチありがとう。スコールさんもプチありがとう。そういや今日 BGM 大丈夫ですかね、どうかね。白熊さんありがとう。スコールさんありがとう。髪型ありがとうございます。なんかポニテがさ見えるようにしたいんだけどさ、なんかあんまりこう正面から映してたら見えないよね。もうこの感じで喋らないと分かんないもんね、ポニテってね。どうしようかな。たかやんさん、ワンガンさんありがとうございます。あ、今日の見れてないね、最強戦見なきゃ。見れるかな。ピョコニーさんいらっしゃい。
堀さん今日は雨大丈夫だったって、雨降ってたよね。でもそんなね、前になんか話してた、もうやっぱり雨ほどは雨降ってなくてまだ良かったなって思った。トブマスターさん、昼に宅配ピザ頼んで食べて夜もピザ、あ、残りね。なんか一人でピザ頼んだら食べきれんことない？結構。ペコウサさん、おやすみ。お墓参りで着きただって。お墓参りお疲れさん。イゴニさん、ヤマピー、お、埼玉いるの今、母の家からだって。実家からいらっしゃい。みんな実家もしかして。あ、ネルさん、そうなんだ、川撮影明日。よかったね、まだ関東の方はまだあれかね、ちょっとでも県内に入ってるよね台風。ローマ字のヨシさん、花束ありがとう。お、ヨシさんありがとうね。自撮り自撮り自撮り。お、コロボマリネだよね多分。マリネ美味しいんだよね。フジモンさん、ローマ字のナオさん、ありがとう。コイポンさん、いらっしゃい。ビャクヤさん、ありがとう、嬉しい。サクサクさん、何？あ、綾瀬はるかさんの映画ってあれじゃない？あの、めっちゃあの撮影の裏側とかがあの公開されてるやつじゃない？なんだっけな、あれ戦いのやつよね。どうやった、あれ。サクサクさん、はい。カピバラさん、日本プロ麻雀連盟です、37期生。村上さん、いらっしゃい、ありがとう。あ、推しの子見始めたの、せいちーさん、面白いやろ。面白いよね。ブルーさん、ありがとう。ポップマスターさん、髪切りに行ったけど切られすぎた。え、切られすぎた、マスターさんの長さから切られすぎたらもう髪めっちゃさっぱりしてない、それ。おがこさん、かわいい、ありがとう。かずのおりさん、いらっしゃい。にじいろうさん、似合う、ありがとう、似合う。ひろしさん、ありがとうございます、嬉しい。松山は曇り、東京は雨なんだ明日。コロボありがとうね。雨か。プライベートジェットさん、いずきゅん、ひろゆきさん、ありがとう。まささん、ぷち、ありがとうね。ありがとう、お疲れさん。まみちゃん、ぷち、ありがとう。子供たちが実家に遊びに来たから畑田さんのお菓子パーティーしてました。お、本当？あ、お盆で来たんだ、みんな、メイと子供たちが。いいね。わ、大工さん絶対やばいよね、奈良。明日の方がやばいんじゃない、台風。今日すごかった、雨。サノピアノさん、ありがとう。大城さん、セミ、ありがとう。家族6人でカニ40杯カニ40杯カニになるよ、そんなに食べたら。すごいね。スイカさん、M が大文字のマサさん、いらっしゃい。フジモンさん、2シュートカウントありがとう。 BGM グーですか、よかったです。スイさん、プチ、ありがとう。社内で末ひなスパルタリードでございますを家族で数十回合唱、ありがとう。何、スバススバル、ん、スパルタリードって何。フジモンさん、ニシュートカウントありがとう。白熊さん、かわいい、ありがとう。ひとみさん、いらっしゃいです。少し先になるけど愛媛マラソン、うん、あれもう決まったんですか、来年の愛媛マラソン。早っ。そっか。まさまささん、いらっしゃい。高星ハートさん、
イージさんありがとう、ポニテです。今日はのびさん、セミありがとう。ポニテ好きですか、よかった。なんかやっぱ雨の日はねポニテしがちだよね。雨は髪がさ広がるじゃん、めっちゃ。ギュウさん、ヒデーさん、カジヤマさんありがとうございます。ローマ字のマサさん、ハートありがとう。ナノハさん、プチありがとうございます。ひなぷちゃんは鎮逸の6面待ちとか何秒くらいでわかるの？まだ形によるかもだけど、缶とかしてたらわかりやすいよね。イスチーソーリャンウーパーソーとかだったら、めっちゃ缶とかしてなかった場合はなんかこれかこれもあるかなとかってもうなんかいろんなの考えちゃうよね。6面待ちじゃない場合もあって、その場合で上がっちゃったらダメだもんね。だって心配しながら数えちゃう真実ってわかんない。でもテストに出るからね、プロテストにいっぱい出てくるのよ。鎮逸がもう鬼のようにいっぱい書かれたのがもうブドゥ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 って問題になって出てくるから。ヨコポンさんいらっしゃい、ありがとう。ドナルドさん、ミシュートカウントありがとうございます。鎮逸カウントありがとう。今日せっかくの休みだったけど疲れと軽い頭痛で寝てたって。あら、雨だったからかな。お大事に。触覚ですか、触覚ね。そう、なんかそうみんなにその横顔を見てほしくてさ、さっきなんか横顔のねあれなんだ、写真を自撮りを撮ってたんですよね。でもなんか横顔だけ載せるのもなーとかと思っちゃって、ツイッターには載せる予定ないんですけど。隊長こんばんは、ありがとう。昨日は夜勤前に、あ、夜勤前だったのか、そうか、夜勤お疲れ様でした。ももさんお晩です、ありがとうね。今日の関東地方ゲリラ豪雨も台風の影響、あれゲリラ豪雨だったの、あれそうなんだ、やばかったな。イナッチさんありがとう。あれイズキュン、そうなんだ。明日行く予定だったライブが昨晩中止発表になったんだって。中止って辛いよね。ヒロくんお帰りなさい。あ、そしてお休み、お疲れ様。今日もまみちゃんセミありがとう。畑田さんのピーチっていうケーキも桃ムースに完熟桃と白桃が入っててすごく美味しかったようだって。何それ、めっちゃ美味しそう。期間限定なのかな。何リボルバーリリー。エイジさん2シュートカウントありがとうございます。ありがとう。ブラッチセミありがとう。名古屋で写真撮れて満足しましたって言ってる。あ、見たよシャッターね、すごいねあれ。ありがとう。昼だったねあれ。咲かせや咲かせコロボ、咲かせや咲かせ、デレデンデデデデデ、なんか歌詞が分かんない。あ、分からん、ごめんコロポ、やめとく他にある。なんかリュウハート、ありがとう。リュウカピバラさんツイッターフォローしてくれてるのか、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。
キリンさんいらっしゃい。リュウ、ハートありがとう。隊長セミ、ありがとうございます。今日は怪談の日です。ひなほちゃん、怖い話は大丈夫ですか？私ダメです、怖い話。あのお化け屋敷もダメ。あの驚かされるのがめっちゃ苦手です。ガッチさんいらっしゃい、ありがとう。リボルバーレリーアクションがめっちゃすごかった、だって見に行きたいな。今も公開してるよね。あ、そうだ、私ね、あの、あ、もうしまっちゃった。あのユーフォニアも見てきたんですよ。響きユーフォニアもめっちゃ良かった。もう一回見に行きたい。しかもほのぴちゃんと見に行ってきたのよ。みなおれさんいらっしゃい、ありがとうございます。こんばんは。千葉さんありがとう。大工さん本当気をつけてね、外出るの。明日多分一番やばいんだよね。明日かな、明後日かな。お、アントワーヌさん、今日の午後からお盆休み、お疲れ様です。フジモンさん、フルだ、ありがとうございます。嬉しい。ナノハさん、カウントありがとう。 MBTI 診断、え、3回やって全員違うやつが出ちゃったの。巨匠、管理者、管理者、あ、管理者は2回出たのか。ほうほう、管理者ね。そうなの、管理者っていいよね。しっかり者だよね、管理者って。確か巨匠はちょっとわかんないけど。秀幸さん、お、 2.7 章ありがとうございます。青いな。悩んでカットして落ちていっても、後ろ向けばそこには。ありがとう。おばばフルじゃ、ありがとう。おばば嬉しい。ローマ字のマサさんフル、ありがとう。今日のおさむさんいらっしゃい。グッチフル、ありがとう。グッチ嬉しい。大将さんフル、ありがとうございます。あら、ありがとうね、レオくん、はるかちゃん。寝そうになりながらかわいいひなかにポーズやって、ニコ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 ニのりさん、こんばんは。ローマ字の、明日仕事なので今夜は瞳を閉じて拝聴、あ、してください。あんま騒がないように全焼します。まさまささん、だるまレンジャーコピー、ありがとうね。あ、新完成半島ってなんだっけ、ボブマスターさん。その映画なんか見たことあるかもしれない。日本のホラーを見ました、面白かったよって。あれホラーなんだ。雨で頭痛になる人いるよねって、いや結構多いんじゃない。私もなるよ、雨で頭痛、あの低気圧で。大丈夫かみんな、頭、あと頭痛。ねえ、カタカナのユウさん、子さんです、お初ですって。どっち、ありがとう、子さんのお初さん。え、ヨシさん本当、ユーフォニアも最初から見てワンシーズン見終わりました。だって、いや映画本当に良かったから、めっちゃその上映中に見に行くのおすすめします。めちゃくちゃ良かった。
まあ、上映が55分ぐらいだからすぐ終わっちゃうんだけど、本当にね、内容の濃いいい映画だった。花からさん、かわいい、ありがとう。まさまささん、セミありがとうね。嬉しい、スエさん、スエひなちゃん、ありがとうございます。めっちゃ歌ってくれたんだ。アマトーさん、セミありがとうございます。堀さん、セミありがとう。久しぶりにドラマが面白い、最高の教師と、あ、なんだっけそれ、ビバントって面白い。最高の教師ってあれ、田中美子ちゃん、田中美子さんが出てるやつ、それも気になってるよな。花からさん、ラブレターありがとう。おかむさん、いらっしゃい。いわちゃんさんかな、ローマ字のいわちゃんさん、ありがとうございます。ワンガンさん、セミありがとう。家の近くの花火大会は中止になっちゃったんだ。あー、でも確かに今日はちょっと厳しいかもしれないね。ショックだねそれ。キリンさん、2週ありがとうございます。ございます。おさむさん、ラブタオル嬉しい、ありがとう。横顔いいな、何か眺めてる表情。タイマーで撮ってみた。撮ったよ、撮ったのよ。見てくれる横顔。菜の葉さん、似合う、ありがとうございます。今回はね、今回のちょっと髪のポイント言っていい？前回ラジオにするね。これなんだっけ？あ、これあれだ、あれだね、船から見た海です。今日の横顔の横髪をね、綺麗にできたのを見てほしくて。あー、映るかな、わかるかな、このジョジョン、この触覚部分がちょっと今日はね、上手にいったんですよ。もうなんかね、さっき巻き直したのに取れちゃったんだけどね。ここがポイントですね。ちょっとこっち向いたやつもあるよ。これタイマーで撮りました。きなこつき、に行った時のほのぴちゃん、ほのぴちゃんのプリをのしとこうかな。プリだけどね。これはね、響けユーフォニアムの映画をね、ちょっと見に行った時に特典をくれて、私は鎧塚さんですね。鎧塚さん、誰？目ん玉が、目ん玉がね、ちょっとね、大きくなりすぎるよね、最近のプリはさ。普通に撮ったやつもあるよ。これ普通に撮ったやつね。あ、これも、これもいいんじゃない？これも。ジョン。やばい、いっぱい載せてるけど。ほのぴに何にも言わずに
ほのちゃんです。ほのちゃんとねちょっと会ってきたのよ。まあこんな感じかな。ちょっと戻ろうかな。私鎧塚先輩がねちょっと推しになっちゃって、本当に大好き鎧塚さん。響けユーフォニアムおすすめです。アニメ菜の葉さん、そんなに雨降ってるの今。あれどの辺だっけ菜の葉さん。安藤さんありがとうございます。嬉しい、カタカナの安藤さん。大文字のテストさんいらっしゃい。カンタムさんありがとう。北のマークいらっしゃい、ありがとう。ナノハさんかわいい、ありがとう。ワタシンさんいらっしゃい、ありがとうございます。どこまで読んだかな。あ、ここまでだ。モクさん、あら尊い、めっちゃくれてる。尊い、ありがとう、嬉しい。花からさん、お風呂ありがとうね、ありがとう。ゆっくりします。配信楽しんでって。エイジさん、お風呂ありがとう。エイジさん、神神神神神旋風客、つつつつつ百列剣、一億総表現時代。ありがとう。モーさん、ミンジェーさんいらっしゃい。ピロクル、フル。新一もフル、ありがとうございます。あ、本当、新一お大事にな。良くなったのかい。ワンガンさん、おくまちゃんありがとう。太鼓のおくま、嬉しい。朝9時に撮影してきたの、ブラッジ。夜に撮影するって、あれか、麻雀のやつね。めっちゃ朝だったんだあれ。もみちゃん、古田ありがとうございます。桃は、あ、夏限定なんだ。ひなおちゃんは夏の果実は何が好き。豆や桃が好き。え、夏の果物って何何が夏の果物なの。桃もそうなの。桃大好き、私も。安藤さん、わたしんさん、北のマーク、カンタムさんいらっしゃい。なのはさん、かわいい、ありがとうね。大文字のテストさん、ケイハチさん、ありがとう。そう、ほのちゃんです。ガッツさんありがとう。そう、新シーズンね、なおなおさんめっちゃ楽しみだよね。プラネッツね、コラボ。静かの海に一人、拾った貝殻耳に当てた。じっと耳を澄ませばほら。へい、ありがとう。プラネッツ、テケテケさんいらっしゃい。カンちゃん、フル、ありがとう。今日も野良犬さんいらっしゃい。ひでゆきさん、音符ありがとう。ナノワさん、尊い、ありがとうございます。ブラッチフル、ありがとう。昨日はライブ中の配信だったのでこっそり星投げしてました。あ、ライブ中だったの昨日。そうなのか。どうだったのかい。おいしいトマトさん、ありがとう。福ちゃん、こんばんは。今日で柿休暇半分終わりました。後半は台風なのでおとなしくしてます。だって、あれもう終わったっけ。8月半分終わってる。早いね。そっか、
フ気をつけて。竹丸さん、金のマイクありがとう。マサさん、セミありがとう。そしてお仕事ファイト。明日と明後日もお仕事なんだって。あよし。おパパ、ヤシの実ジュース10個もありがとうございます。最近麻雀はしてますか？うん、毎日してるよ。ハゲ太郎さん、リアルで打つのもね、割と打ってるね最近。オーバーザトップさん、いらっしゃい。ブラッジ、花束10個、ファザーありがとう。俺だけレベルアップな件が今年の冬に放送予定らしいけど。あ、存在は知ってる。花ちゃん面白いんかね。冬アニメになるんだ。大将さん、カウントありがとうございます。カニを剥くのうまいって、いやそんなにいっぱいその経験がないからな。カニをこう剥くという、わからん、そんなに上手じゃないと思う。握力が70超えてるとさ、多分だけど粉砕しちゃうんじゃない、カニ。すごいな。リンゴとかも片手で割れるんじゃない。卵とか確かあれだよね、70か80あったら片手で割れるとかって書いてたよね。ひろしさん、いらっしゃい、ありがとうございます。スエさん、カウントありがとうございます。サイサイワンデよ、サイサイワンデよ。もうちょい前から歌いたいのに思い出せん。サイサイワンデよ、柔らかい根はやおい根とますます。やばい、諦めた、思い出せんくて。わあ、サトシさんどうだろう、撮影可能かな、もしかしたらそうかもしれない。ちょっと聞いとかないと。それ本当？カメラ持ってきたいって、撮影できるなら。金ちゃんさん、こんばんは。カノンさん、お、だるまレンジャーコテありがとう。ドナルドさん、フル、本当に備えてね、フルありがとうございます。台風よしんこありがとうね。ムラピーさん、フルありがとうございます。今日も昨日今日といつぶりかわからないくらいの土日連休して、俺の夏休みは過ぎ去っていった。だってお盆休みだったの、これが。そうなの、明日から仕事。おかきさん、バラありがとう。ヨッピーさん、フルありがとうございます。あら嬉しい。ヨコポンさん、ポーチありがとう。カニ食べるとき何？ヨッチさん、いらっしゃい、ありがとうございます。カニ食べるときみんな無口になるそうだっけあんまそのカニを食べに行くという経験がないからわからんけど、ちょっと次もし食べに行くときは意識しとくね。底辺さん、こんばんは、ありがとう。あ、やっぱ出てるよね、田中美子ちゃん、最高の教師、気になるな。カノンさん、奥様フルありがとうございます。往復800キロの岩手の旅から。あれ待って、大将さんと一緒に行ってたあれ、どっちも往復800キロだよね。暑かった？どうだった？昨日言ってたよね、カノンさん。待って、奥様も振る、言えとたけ、ありがとうございます。菜の葉さん、結婚してありがとう。とろけるさん、セミありがとうね。ネコプ、ひでゆきさん、りゅう、かわいい、ありがとう。ぐっさん、いらっしゃい、ありがとうございます。お高そうな横顔って何横顔かわいい選手権1位。まあ、今日これお供でいっか、これお供にしよう。ちょっと飲んでるんだけど、多分
紹介したことないから、ファイヤーというものかな、ファイヤーですよね普通に、の砂糖不使用ラテ、ちょっと飲んでたよさっき、これ入れるね今日は。じゃあでは、みんな今日も一日お疲れ様です。乾杯。乾杯。あー、これすごい美味しくてね、さっき思ったんだけど、なんかね、甘くないのにクリーミーだからすごい、あ、まあ、ミルクティーの無糖飲んでるみたいな感じかな。でもめっちゃね、クリーミーですよ、美味しい。まあ、600ミリも入ってるけど。まさまささん、かわいい、ありがとう。堀さん、フル、ありがとうございます。ほんと、ありがとう。セイチーさんは嬉しい、かわって。ダリアほのちゃん、そう、まさまささん、かわいい、ありがとうございます。今のプリ、そう、今のプリこんな感じなんよ。恥ずかしいな、耳の形をじっくり見てた。コロボ、綺麗な耳してる。あ、本当に、ありがとうございます。でもあんまりなんか耳のこと言われたことないけど、どうなんやね、大きめなのかな私、顔に対して。ありがとう。美容師さん言われたことあったっけな。ローマ字のマサさん、バラありがとうございます。花からさん、ハートありがとう。大人ほのぴーでしょ。ほのぴー可愛かった。あの色、今の髪の色もめっちゃ似合ってるしね。ほのぴーはね、あの最近そのおすすめしたアニメを見てくれてて、すごい、このユーフォニアムもね面白いよって言って見てくれて、最近そのアニメにね目覚めてるみたい。そうなの、嬉しいよね、そのアニメ好き仲間。リュウフル、ありがとうございます。鎧塚先輩、おとなしめでよき。でもアスカ先輩、アスカ先輩、アスカ先輩、そうなんだ。そっか、かっこいいよね。私はね、鎧塚さんのあの性格がめっちゃくちゃねタイプで、ちょっと不思議なとことかも好きだし、おっとりしてるんだけど演奏はめちゃくちゃうまいという、最高じゃない？あとかなでちゃんも好き。あのここにねちっちゃいリボンしてるショートの子なんだけど、めっちゃかわいい。ストンコさん、ありがとう。ほなちゃんですよ、コロボ。ローマ字のまこさん、ありがとうね。まさまささん、フル、ありがとう、嬉しい。なべちゃん、いらっしゃい。おはぎさん、隊長、フルだ、ありがとう、嬉しい。乙女モード、君のハートにコネクション、会えない日だってつながってる、恋のラインもどかしい距離。ありがとう。今日は何、洋館、ん、函館、夜景の日です。夜景より美しいと
噂のひなポニテポーズあ、夜景の日なんかあるんだ。こだってのなんだ、クーラーのリモコン置いてた。よし、ポニテポーズね。シュシュポニテポーズブレブレってなると、こっち向かなきゃいけないんだよな。隊長イエイ、ありがとう。ラブタオルもくれてる、ありがとうございます。エイジさん、サイリウムありがとう。やん、ヨシさんならやばいよ絶対。え、15日明日。モクさん、サイリウムありがとうございます。グッドサンさん、癒し系の声がいいですね、ありがとうございます。はじめましてかな。ユッキーさん、セミありがとう、ありがとうね。台風や何かで仕事が中止になったことある？あるある。コロボ MV 撮影とかあると思う、確か。コロボおやすみ。なんだっけね、なんかあった気がする。本当ハラメタル、ヨッキー、 T 赤さん、カウントとプチありがとうね。虹色さん、フルありがとうございます。瞳を閉じて、瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。たとえ季節が僕を残して。へい、ありがとう。やっこん、フロー、ありがとう。やっこん、嬉しい。桃は柔らかいのと硬いのどっちが好き？硬いのかな。なんかね、柔らかすぎるとね、食べに行こうってなっちゃうかも。美味しいけどね。ひらがんの斉藤さん、いらっしゃい。やっこんだるまレンジャー、ほて。にじいろさん、ハート嬉しい、ありがとう。おさむさん、かわいい、ありがとう。あれ、そんなにまめちゃんカウント ありがとう。夏の果実あったっけパイナップル、さくらんぼ、マンゴー、なしメロンだって。へえ、それだったらさくらんぼも好きだな。アメリカンチェリー好きなんだよね、あの食感が。もぎゅもきゅもきゅしてることない、アメリカンチェリーって。なんかキューみたいな、それが好き。トキキさん、カタカナのカズさん、いらっしゃい。ナノアさん、セミありがとうございます。明日は千葉です、だって。何しに行くの千葉。マットさん、フル、ありがとう。サイレントイブ、さようならを決めた言葉、決してあなたのためじゃない。不安に揺れるキャンドル、悲しかったから。はい、ありがとう。ローマ字のおさむさん、いらっしゃい。あー、ピルクル、タコめっちゃくれてるんだけど、ありがとう。ほんわかふんわかほんわかほい、ほんわかふんわかほんわかほい、タコのはっちゃんほれきたほい、ありがとう。ネコプフル、嬉しい、ありがとう。ネコプ、なでしこさん、いらっしゃい。キラ、ありがとう。トミーさん、カウントありがとう。きなこ牛さん、いらっしゃい。
夏に食べるスイカ、桃、ぶどう、マンゴー、何か食べた？スイカ、ぶどうは食べたな。桃食べたいね。桃の話してたからさっきまで。買いに行こうかな。ストンコさん、セミありがとうございます。あー、何度も言うなはサイサイワンでよか。そうでした、そうでした忘れてた。そうだった。ストンコさん、セミありがとう。乾杯乾杯。ジャンさん、かおりさんのルームよりカウント、ありがとう、嬉しい。ユッキーさん、フルありがとうございます。津軽海峡、待てよ。さよなら、あなた、私は帰ります。風の音が胸を揺する泣けとばかりに、ああ、津軽海峡。センポポさんいらっしゃい、ドワーフさんいらっしゃい。今夜のお供はほろ酔いたくさん。へん、そんな飲んでるの？ほろ酔い、ほろ酔い、なんか味、なんか夏のかトロピカルなんたらみたいなやつ、ちょっと気になってる。飲んでないけど美味しそう。おさむさん、ハートありがとうございます。今日の服かわいい。あ、ほんと、今日の服もみんな見せたことないかも。今日はね、ワンピース、よいしょ、ワンピースなんだけど、ワンピースなんだけど、どうやって写したらいいのかね。ワンピースなんだけど全部は写らないです。ちょっと肩がちょっと強くなる系のやつ肩がねパサってなってるのよ。あ、こうやってしたら全部映るかもね。いいんじゃない？どう？もうちょっと下にしてもいいんじゃない？全部映るじゃん、これ。こんな感じ。よいしょ。のぶしゃん、ハートありがとうございます。あら、のぶしゃん、フルモンありがとう、嬉しい。とんちゃんさん、こんばんは。後ろに鏡を置いて、あー、なるほどね。ここにさ、いただいた鏡があるよ。でもこれ、いただいた鏡をさ映した場合、もう全部が映っちゃうよ、これとんちゃんさんいらっしゃい、ありがとうございます。ん、幸福くんさん、すごく良いお名前の方だ、ありがとうございます。幸福を届けに参りました、だって。いただきます。
体調ん耳の日生まれだから耳も綺麗。ああ、3月3日ね。なるほどね、耳ね。そうよ、私あの名前の候補にみうみちゃんがあったのよ。耳の日だから美しい海でみうみちゃん、みうみちゃんだったかもしれないんだって。センパパさんいらっしゃい、ありがとう。言ったかこれ。ナノハさんフル、ありがとうございます。 UFO ってほんと主役が賞取れないよね。最後に金賞取れないと納得できない。まあね、一番最後はその久美子が卒業する今回のコンクールは取ってほしいね。久美子が卒業しても続くのかな、ユーフォニアム。どうなんだろう、名前変わって続くかもだよね、もしかしたら。北宇治とろけるさんフル、ありがとう。とろけるさん嬉しい。うのんちさんいらっしゃい、ありがとうございます。キラプチありがとう。恩師にお土産で愛媛の日本酒持参したら、あ、言ってたやつだ、あの地酒のホタテ貝、めっちゃすご、箱でもらいました。いいな。底辺さん2シュートカウントありがとう。やったか、 Wi-Fi 不調で遅れました。だって治った。ダーシャハさんサイリウムありがとう。あ、本当？よしさん、私が言ったアニメってこと？見てくれてるの。あ、そうだ、大工さんが言ってくれてるんだけど、エムリーガー VS 歌うまプロ雀士軍カラオケ対決のアーカイブが明日までなんだって。ちょっとまだ見てない方はぜひ、あのエムリーガーさんと歌対決をしたあの配信がありまして、そのアーカイブが明日までとなっております。ユッキーさん見た見た、呪術廻戦は、あの今の最新話までは見た。めちゃくちゃ面白い。曲が神ってるね、すごい。オープニングもエンディングも。のびしゃん音符ありがとうございます。あ、かわいいもありがとう。きなこいさんプチありがとう。ほのぴの高円寺イベの時にジョジョも気になってる。え、通所ってジョジョ立ちしたの？ジョジョ気になってる、私も気になってる。ジョジョ見たいけど、あの根気がいるよね、いっぱい出てるから。ジョジョでも面白そう。キラカウントありがとう。今テレビで復刻版パイン飴についてやってました。ひなほもパイン飴も尊いありがとう。え、そうなんだ。復刻版パイン飴ってどんなんだろう。あ、パイン飴サイダーのこと。ブレイブさんフルありがとう。今日もポニーテールとシュシュ、ポニーテールとシュシュ、ポニーテール揺らしながら振り向いた君が走る、僕が走る砂の上、ポニーテール。確かに夏に聴きたい曲だね。のびしゃんハートありがとう。こえぽんさん音符ありがとうございます。お、タイムベースさんだ、いらっしゃい。さとしさんプチありがとう。さとしさん
のりたまさんいらっしゃい。あ、プチありがとね。麦さんいらっしゃい。大工さん、あ、あれもうこんな時間。カウントとフォローありがとうございます。今日もみんな来てくれてありがとう。ひなほです。普段は歌を歌って活動しております。私の6周年ライブが11月5日に愛媛でありますので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。あとはツイッターにいろいろ告知などしておりますので、よかったらツイッターフォローよろしくお願いします。そうなのよね、フルーツって高いんだよ。みかんもね、そうなの、愛媛より高いのかな、みかんって。あの値段的にどうなんだろう。みかんは愛媛の方が安いのかな。隊長、ラブレターありがとう。マサさん、マイクありがとうございます。ハラメタルフルありがとう。チェックだよ今日は。ありがとうございます。カタカナのマサさんいらっしゃい。隊長ハートありがとう。サイさんこんばんは。ネコプ拍手ありがとうございます。ノーさんいらっしゃい。ユミヤンさん、今日も可愛すぎて危ない、だって警報出さなきゃありがとう。今日はポニッツだよ。しかもナノハさん、花束ありがとうございます。ヨコポンさん、本当リンカありがとう。マサさん、フルありがとうございます。君の笑顔が好きだよ。おにゃもー、ネコプーさん、あれネコプーか、ネコプーかわいい、ありがとう。伸ばしてるネコプーに見えた。ネコプーだ。いちごさん、あら、ありがとうございます、嬉しい。アントワヌさん、フルありがとうございます。せっかく休んでも暑くて出かける気がしません。確かに明日は晴れなの。そっちはどうなんだろう。そうなんよね。肩がベジータ、はなちゃんありがとうでも私ね、肩強い系が結構自分に合うことが多くてね。うん、なんだろうね、そう、逆三角形っていうのかな、っていうような服結構自分のこう体型的に合うんだよね。ティーアクアさんありがとうございます。あら嬉しい。あ、カズポンヌさんありがとう。おニューだよワンピース。ブラッチありがとう、嬉しい。トブタカさんこんばんは。どんぐり顔誰がどんぐりや。どんぐりみたいな髪の色してるな。でもウエスト周り、そうそうそう、ウエスト周りこれいいよね。このちょっと絞ってもらってるやつ。ナノワさんありがとう、いただきありがとう。はるかさんいらっしゃい。こいさんフルありがとうございます。掛け時計の時間が分かるようになりましたあ、動いてるよちゃんと。あ、ほんと分かる。お、すごいね、分かったの。分かりにくいでしょ絶対これ。よく分かるね、何時か。私も分かんないのに。セイアンさん、中西達也さんありがとう。純也さんフルありがとう。純也さん、プラン、うん、プラネータさん、ナタさんかな、プラナタさんかな、はじめまして。オカムさんフルありがとうございます。え、ファーストテイクで純恋歌。嘘、ファーストテイク純恋歌なんですか。あの湘南の風
がファーストテイク出てるよっていうのはね聞いたんよ、その誰かが言ってくれてて、純恋歌なんだ、めっちゃ聞きたい。それはよいしょ、ちょっと充電します。チュラウミ、確かにチュラウミとも読む。トゲフル、トゲ嬉しい。みゆみも可愛いよね、ほんと。みゆみってほんとこって感じだよな、名前。あ、トゲ告知ありがとうね、ありがとう。ワイルドさんいらっしゃい。わ、チャンノンさんありがとう、昨日早かったもんね配信。ワンガンさんフル、お、見といてね、アーカイブもう一回見るね、だって。モクさんもフル、ありがとうございます。マヒマヒさんいらっしゃい、ありがとう。ポッターさんこんばんは、ありがとうございます。あら、本当ヤマピー、ゴードン探偵事務所がそろそろ情報を出す。そうか、そうなの、私あの映画に出演させていただくことになりまして、あの全国で上映されるんですが、ゴードン探偵事務所という映画のアリス役として出演します。お、カタカナのマサさんフル、ありがとうございます、嬉しい。教授さんいらっしゃい、こんばんは。にゃんにゃんにゃん、ザエナル AKBAR さん、こんにちは、ありがとうございます。俺もありがとう、嬉しい。なんと美しいって言ってくださっとる。のりさん、はじめまして、ありがとうございます。ひらがなののりさん。ゆっきーさん、私はね、アイス派ですね、コーヒーは。冬でもアイス飲んでる。バンクーバーさんいらっしゃい、セミまでありがとう。昨日夜中の3時まで大掃除して、え、しすぎじゃない掃除。一旦寝て6時から続きをやって無事、え、お疲れ様。お寺さんと親戚を迎えました、だってめっちゃ大変だったねそれ。寝た？ちゃんと。ミミックさんこんばんは、ありがとうございます。なんと気づいたらうちの部屋の掛け時計が止まってた、猫くんダメじゃん、人にプレゼントしとる場合じゃなかったやんいや、猫くんのおかげで今日の私の時計も回っております、ありがとう。時計よこれ、花ちゃん。カラングさんありがとう、カラングさんでいいのかな、来てくれてありがとう。エルモさん、フォングさんこんばんは。メメロネコさん、ジョン太郎さんいらっしゃい。お、ジョン太郎さんかわいい、ありがとうございます、嬉しい。ネコプハートありがとう。35分なんだけどやばい、ちょっとランキング読みするね。今日もありがとう。13位、おさむさん、ありがとうございます、ありがとうね、遅くに。あ、遅くじゃなかった、今日は常時だった、常時定時だった。12位、ひでゆきさん、ありがとう団長、嬉しい。11位、お、隊長だ、ありがとうございます、隊長ありがとう。10位、お、花からさん、やった、ありがとうございます。9位、ローマ字のマサさん、ありがとう、マサさん誕生だ、今日もありがとうね。8位、おばばー、おばばありがとう、たくさんいただきありがとうございます。ラッキー7、ブラッチ、ありがとう、ブラッチ、はい、ありがとうございます。明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位、なのはさん、ありがとう、なのはさん、たくさんいただきありがとうございます。そし
して5位のぶしゃん、ありがとうのぶしゃん、5位です。めっちゃいただきありがとう、疲れしょ。そして4位、あ、ワンガンさん、ありがとう、ワンガンさん、良いです。いつもたくさんありがとうございます。そして3位、ピルクル、ありがとうピルクル、3位だ、今日もありがとうね、たくさん、お疲れしょ。そして2位、ボン、モクさん、ありがとうございます。2位、いつもたくさんいただきありがとう、今日もありがとうね。そして今日の第1位、ボン、まさまささん、ありがとうございます。遅くなっちゃってごめんよ。1位ありがとうございます、嬉しい。ということで1371名様、今日も定時でしたがたくさん来てくれてありがとうございました。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。それではちょっと超特急で1曲歌って終わりたいと思います。最後1曲歌うのでリクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。リボンのとこね、うん、大ディオンキリスト京都さん、はじめまして、ありがとうございます。彼の約束、光へ、いいね、エターナルブレイズ、いいね、ナダソウソウ、いいな、スイカさん、プチ、ありがとう、瀬戸の花嫁、人としていいね、ファンサ、キラキラ、夏の日の、あ、199さん、それ聞いたことあるんだよな、最近聞いたよ、しかもどうなんだっけな、 U&Y、 儚くないね、少女 A、 青函飛行、純恋歌純恋歌難しいかも、天病の歌ね、君がよ、ロマンティックあげるよね、カモメが飛んだ日、夏祭り、時の流れに身を任せ、初恋サイダー、君を乗せて、ヘビーローテーション、世界で一番暑い夏、若者のすべて、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、残酷な天使のデーゼ、揺れる思い、いいね、あ、ジュンヤさん、今日のお供はね、これファイヤーっていうところのカフェラテだよ、ポニーテールとシュシュ、白いカイト、プライベートジェットさん、いらっしゃい、ナナ、そうそう、オッケー、決めます。あ、なんかんまあいっか、もうこんなにクッションが斜めっとると思わなかった。キンニャンさん、ありがとう。じゃあ今日よっ、ちょっと待って、よっ、今日は少し夏らしく、
ありがとう。今日は夏川りみさんでなだそうそう、リクエストありがとうございました。あ、もくさん虹くれてたのか、ありがとね虹。マティニ、なのはさんミラボくれてた、ありがとう、嬉しい。あとまことさんとくらさん、ありがとうございます。くらさん、わー、まさまささん、ミラボくれてた、ありがとう。滝山めいちさん、ひでゆきさん、ブラッチ、白熊さん、こんにゃくさん、やまぴー、のぶしゃん、よしさん、ねこぷー、いつきをありがとう。それでは、おつひな。また明日ね、おやすみ。5、4、3、2、1。バイバイ。おやすみ。